すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、2週間ぶりぐらいですかね、また岩手に来ましたということで、こちらです。ドン、イオンモール盛岡内で開催されている岩手ラーメンフェスタ2017さんにお邪魔してます。前回の大曲ラーメンフェスに引き続き、今回岩手のラーメンフェスタに呼んでいただきました。ありがとうございます。今回のフェスでは10店舗あるらしいんですけど、2日で10店舗全て制覇してくださいと言われたので、頑張ります。レッツゴー。さあ、岩手ラーメンフェスタ2017さん、チケット制です。2日に分けて10杯すすりたいので、テンポよくやっていきますよ。まず1杯目は世田谷さんの四つどもえチャーシュー麺です。その名の通り、4種類のチャーシューがひしめき合ってる。それではいただきます。さあ、まずはスープから。おお、濃厚でがっつりとした煮干しと節が元気に、こんにちは、やったぜ。ではもう麺いきましょう。スープの元気さに負けないように、そろそろザバーン。スープがよく絡む片茹でタイプで、食感も小麦感もバッチリ。こりゃ元気どころか勇気も100倍アンパンマンですよ。さあ、続いて4種類のチャーシューのご紹介。まずは豚トロを一口でパクリと食らってみると、脂身がとろりと甘く、噛むたびにじゅわじゅわと溢れてきます。そしてお次に豚バラチャーシュー。こちらは言わずもがなな柔らかさで、こんなクッションがあったらすぐ買っちゃいますよ。さらに続けて角煮タイプは柔らかさプラス脂身の甘みで、しのごの言わずにご飯持ってこいなやつ。ラストのロースで余計な脂身のない肉肉しい肉感を味わいます。てな感じで、フェス系の中でもがっつりなボリュームを楽しんで、体中に煮干しと節を行き渡らせたら、1杯目は完食です。それでは2杯目、麺どころさくらさんの魚介味噌ラーメン、いただいちゃいましょう。まずはスープを一口飲むと、魚介ベースの出汁に信州味噌が見事にマッチしたコク深いスープ。こいつは少し縮れた麺との相性も試して必見だぞってことで、がっつりすすってみましょう。すすーん。ここでも信州味噌と魚介出汁と麺のハーモニーがド味噌の和音でじゃじゃーん。味覚ではもちろんですが、香りも高く嗅覚でも味わえる一杯です。そんな感じで長めのチャーシューを食らってみたり、まだまだ麺をすすってると、ここで店主さんからオリジナル七味味変をおすすめしていただいたので、早速投入してすすってみると、これがコクも出るわ、味も引き締まるわの大成功な味変。ポンポンポンで味わって2杯目も完食。さあ、まだまだあります。3杯目は大分佐伯ラーメンさんの大分佐伯ラーメンです。九州で中毒者続出との噂ですが、まずはスープ、ボリーン。豚のエキスとしょっぱめなタレが合わさった特徴的な豚骨醤油。ここに麺が加わるとどうなるのかなっていう7人のすするの意見をもとに、ほい、そろそろニビーン。パッツリかつ持ち感もある PK ファイヤーな麺。そして一口でハマるスープもどんどん流れ込んできて、トロトロなチャーシューも食らえばもうリミッター解除。麺と一緒にすすったりしまくれば3杯目も速攻で完食。さあ、舞台はテントの外へと移り変わって、4杯目は岩手のラーメン屋3店舗が合同で作るチームルーキーズさんの鶏白湯エビ塩そばです。では青空の下でスープを飲んでみると、少しピリ辛で濃厚なエビの風味と鶏白湯が合わさった濃厚な甲殻類ラーメン。4杯目にこのピリ辛アクセントはいいぞってことで、お次に麺もすすろう。ふもん。パッツパツで濃厚なスープとの絡みもよく、まるでこの青空とすするのよ。一体どれだけこの一杯にエビのエキスが溶け込んでいるのか想像もつきませんよ。そして続いて、この大きなチャーシューは相当な食べ応えがあり、大空と大地の中で満足感を運んできてくれます。てなわけで、のりバサミすすりも披露したりして、4杯目も完食です。さて、いよいよラスト5杯目はラーメンはじめさんの琥珀煮干し醤油麺です。数々の賞も受賞されたらしいですが、スープのお味はねひー。少しきついくらいの癖のある煮干しがかなりすする好みで、ごくごく飲んじゃう。ではこちらも早速麺とご対面。全粒粉入り平打ち麺を、よっしゃ、そろそろペピーン。ツルツルと自然に口に運ばれてくるうまうま麺。そこに癖になる煮干しスープも入ってくるもんだから、春夏秋冬すすり続けたいくらいハマっちゃいます。ではお次に、8時間かけて作られたというチャーシューを一口でパクリ。噛むごとにジューシーな肉のうまみが
が溢れてくる。さすがで嬉しい美味しさです。てな感じで背脂の甘みも感じつつ、それでいてあっさりとしたすすりやすさに甘えていたら、ラストに黄身がトロトロな味様もパクリと食らって、本日も完食です。大変美味しくすすれました。明日も5杯すすっちゃうんでよろしくお願いします。それではコースレイ、はい、ごちそうさまでした。いやー、岩手ラーメンフェスタ初日終わってきたんですけれども、ホテルに帰ってすぐ寝ちゃったので感想が取れなかったので、ちょっと後日撮りという感じになってます。やっぱり炎天下の中一日中外にいるのって本当大変ですね。ラーメン屋さんって改めてすげーなと思いました。まあそのいい天気の中食べるラーメンっていうのはでも美味しいもんですよね。やっぱ一日中外にいたのにかなり日焼けしてしまいました。もう顔が痛い、本当に。今日とりあえず5杯すすったので、明日もですね、全店舗制覇する様子をぜひご覧いただければと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、岩手ラーメンフェスタ2017さん、盛り上がれ盛岡や。はい。